プレーオフ進出のためには今日そして最終節2連勝が絶対条件です。岡山の方は前節名古屋に敗れてここ2試合勝利がありません。前節の熊本戦で J 通算100試合を達成した野村直に花束の贈呈です。花束のプレゼンターはお母さんのゆりかさん、まあ、あのチームメイトですとかサポーターにもあのおなじみのお母さんだそうですけどね。あ、そうなんですね、はい、ドンチュン軍リバー、うん、裏へ通す、ドンチュン軍が抜けるシュートに行く、キーパー一森のセーブでした。いや、2人で崩しましたよね、はい、横浜 FC のセットプレーです。中里横に出しました、野村のシュート、うーん、枠に飛んでいました。いいシュートでしたね。ただ一森のセーブ、中央に来ました、ヘディング、ポスト、惜しい。さらにボレーで狙っていく、こぼれたボール、レアンドロ・ドミンゲス、グラウンダーで行く。本当に5センチ内側にボールがね、はい、佐藤のヘディングシュート、はい、一旦最終ラインです。中里右サイド、石井クロスが入ってきて、イバー、先制横浜 FC、 リバの今シーズン25ゴール目、最後はディフェンスを吹き飛ばして頭で押し込んでいきました、まあ、いいボールではあったんですけど、はい、まあ、リバ選手がこう真ん中で、ね、1対1のところも完全に勝ちましたよね。ディフェンスも体はつけていたんですがここで弾き飛ばされました。片山選手ですが、はい、本当にあの競らしてももらえなかったって感じですね、リバが後ろで待っています。レアンドロ・ドミンゲス、リバ切り返す、後ろに下げる、レアンドロ・ドミンゲス打っていく、一森触りました。いいシュートでしたけどね、はい、まあ、ここでね、リバがもう完全に相手を置き去りにして、はい、ループ気味に狙ったんですけどね。キッカーは石毛、いや、サイドこぼれた、キーパー抑えました、高岡。いや、もうギリギリのところですね、はい、赤峰も詰めていました。カルフィン・ヨンハピンのブロック、そして高岡抑えています。逆サイドへ頭で落として赤峰、いや、決定的でしたね。横浜 FC はヒヤッとしました。あ、キーパーも上がってきますかね。来ましたね、一森も来ました。石毛のコーナーキック、流れる、大竹、オルシーニ、石森、赤峰、こぼれている、押し込めるか、押し込んだ、篠原のゴール、横浜 FC 土壇場で追いつかれました。大きな目標を失ったはずの岡山の前に、その岡山の意地の前にアディショナルタイムで追いつかれました。佐藤から前線へ、伊庭が追っていく、伊庭と篠原、篠原
レアンドロ・ドミンゲス、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 シュートまでいけない。いや、最後はキーパーまでかわしに行きました。本当にね、このラストチャンスです、ね、渡辺パスがずれた、試合が終わりました。1対1引き分け。最終節を前に J1 復帰の可能性がなくなってしまいました横浜 FC。